閉店セールに訪れた買い物客で渋滞しています。集まってきました。桃地方面から来てマリノアシティに入る右車線、この辺りから、渋滞してます。福岡市西区小戸にあるアウトレットモールマリノアシティ福岡はあさって8月18日で営業を終了します。寂しいですよね。子供が小さい時に、ね、やっぱ連れてきてたので、そう、なくなっちゃうので、記念最後に来ました。最大 90% オフとなるバーゲンセールが実施されていて、朝から多くの買い物客でにぎわっています。これが多分4000円ぐらい、すごくないですか。これがこの金額が 70% オフです。22,800円。そうです、 70% オフ。 70% オフです。満足いく買い物できたんですか。あ、もうすごいです。もうちょっと買います。何年前ぐらいから。10年前ぐらい、大学生ぐらいの時から。最後に来ました。で、この子は初めて来ました。バイト代をね、少ないバイト代を何に買おうかなって。やっぱマリナーで買ってた。はい、アウトレット価格で。2000年10月に開業したマリノアシティ福岡。有名ブランド品を低価格で販売する九州初の本格的なアウトレットモールとして、福岡地所がおよそ100億円をかけて建設しました。博多湾が一望できる高さ60メートルの観覧車スカイホイール。翌年の2001年12月には台湾の有力財閥系企業が建設した高さ120メートル、当時世界で2番目に大きい観覧車スカイドリームが開業し、大小2つの観覧車が並びました。スカイドリームは台湾の企業に売却されましたが、スカイホイールは営業最終日までマリノアシティ福岡のシンボルとして回り続けます。子供生まれてすぐとかに来た気がします。はい、一緒に乗せて、はい、まだこんなんだっただけこの子にとっては初めてな気がしてるだろうけど、本当は乗ったなみたいな。前、こうプロポーズしたらしいんですよ、実は。実は。1年前に。そう。本当です。思い出の。思い出の場所の最後に。え、なんでこう観覧車でプロポーズしようと思われたんですか。ロマンチックな気持ち。入って返事しました。嬉しかったです。結式は。式は11日にしました。本当、この間。この前なんですか。この前。思い出の場所で何回も結構一緒に買い物来てたから、はい、寂しいですね。ちょっと開業した24年前からスカイホイールの運営管理をしてきた山口隆さんです。やはりここはあの海の近くなので、寒さがもうやっぱりすごい半端ないんで、それはそうですね。あと、まあ、今の暑さもありますし、私はもう今までまだあと今日入れて3日ありますけど、まあ、最後までその事故がないように、まあ、終えることを。最後の一周までですか。そうです、最後のお客さんがお降りになられるまでですね。三井不動産と福岡地所は共同でマリノアシティ福岡の建て替えを検討しています。三井不動産がテナントなどに説明した資料によりますと、仮称三井アウトレットパーク福岡として全面的にリニューアルする計画が提案されています。現在スポーツデポやニトリ、フードコートなどが入居しているマリナサイド棟は取り壊され、アウトレット以外でも訪れたくなるような施設への建て替えが検討されています。一方、三井不動産は現段階で何も決まっておらず、内容や着工時期などを調整していると説明しています。新施設については
キャナルシティ博多などの商業施設を開発・運営してきた福岡地所の経験に加え、日本全国、アジア各地でララポートや三井アウトレットパークを展開する三井不動産のノウハウを最大限発揮することで、消費者ニーズや社会トレンドの変化を的確に捉えた新たな時代にふさわしい商業施設の検討を進めていると説明しています。一方、2019年に開業した屋内型のスポーツアスレチック施設ノボルトはマリノアシティ福岡が閉館した後も営業を続けるということです。